素晴らしい。すごい。よく美しくまとまってきたと思います。もうアップできてるかな。あ、はい。うん、大丈夫。うんとね、すごいいいですよ。あとプラス、はい、うん、まあ何か言うとしたら、まあ何か言わなきゃいけないんだけども、もうこれで終わりって言っちゃったら終わりになっちゃうからさ、なんだけど、うん、でもすごくね、まとまってるし、美しく、メロディーもすごくね、前よりも出てきたと思います。なんかすごいね、努力してくれてる。なんかめっちゃ努力してくれてるなっていうのがすごいよくわかりました。テンポをね少し確認したいなと思います、はい、うん、ゆったりしてすごくねいいテンポだと思います。じゃーりーらーりーら、ちょっとここから弾いてもらっていい、はい、覚えてね、ラちゃん最初、はい、持ってくると、はい、今すごくいいテンポになったと思う。あ、ちょっと遅かった気が、うん、そうそうそう、なかなかやっぱり難しいよね、テンポをこう保つっていうの。でも今のテンポがかなさんの、うん、テンポなので、じゃあ最初からいきましょう、そのテンポ、ね、こっちに来てるわけよね、うん、そう、はい、改めて何か言ってる感じになりますね。だからまあこれも付け足して考えてもいいんだけれども、弾き始めてからここのここまでぐらいはもう気持ちを持ってっとく。意味わかるかな、うん、こうね弾いていくんだけれども、その流れとしてはここまでは一息の流れになります。今ジニーさんね、もう一回じゃあ最初から、はい、指令しながら先へ進んでいく。急げっていう意味じゃないんだけれども、なんかどっかこう一本こう釣られているような、でどんどん進んで、いくっていうかね。もう一つ言うならば、はい、ここのジャーンっていうのがあるよね。このソーっていう音とこのシーっていう音ね、はい、これがね長く伸びるので、もう少し
隠れアクセントみたいな感じで隠れアクセントみたいな感じで伸びていくといいんだけどね。なのでそこまで計算して、
こう切なさみたいなのがね少し加わってきてね。ここはジャックオペダル踏んでくれてるのね。あ、踏んでます。じゃあここからいきましょう。はい、ちょっとピアノ貸して。でも低音なのね。ピアノにもよるけどね。なんかこれがさ、なんかお葬式みたいじゃん。低音がね、はい、そう、今まではさずっとこう動いてたじゃん、こんな風に。それがここに来て低音とかしかもついてる。
そうそう、あんまりね、そう、ここがね、硬いとどうしても体でこう引いちゃう、そういう場合もあるけれども、はい、基本はそう、腕の重さとか十分この曲だったら肩からの重さとかそれで十分弾ける、真ん中のところはちょっと大きいけど、そうするとコントロールが効きます、指の先で弾くということで、そうそう、ここをなるべくこう広く保って、はい、ここで自分が音楽を操っているようなコントロールしているような雰囲気というか、音楽にのめり込まないで音楽を自分が操るっていう感覚っていうのはあると、人に訴えかける音楽っていうのに近づいていくことができます。こう自分でこういう曲を弾いてますっていう意識があるということね。そうそうそう、で今ねこの音がすごく良かったので、こっからは動くじゃん、これがすごいなんかグッときたその差がね、すごくあるかなと思います、はい、で、メノモッソで、よかったよ、メノモッソで、ここにフェルマータがついてるよね、はい、うん、なので、一旦ここでね、曲がね、終わるの、あ、うんうん、完全に終わってからウロウロランでやって大丈夫です、はい、うん、まあ、完全に曲がこれで終わるわけじゃないんだけれども、一応ここで小休止ね、うん、っていう感じで、一応ここまでやっていいです、はい、うん、ちょっとねここから弾いてみて、和音をちょっと弾いてみあれThank you.
分かったかな。どうしてもね、はい、この動きがね、こういうこの横流れの時に縦動きが多すぎると、ブチブチ切れちゃう感じがどうしてもしちゃいます。なので、遠いんだけれども、水平線上にいるような意識だと、無駄な動きがなくなって先に進めるかなとは思う。ここも、遠いよ。とかね、とか多分どう右左で、なるべく指でたどっていく、うん、もう一回出そう、はい、ペダル使ってるかな。あ、はい、うん、じゃあペダルついてやる。
髪良くなった。そうそうそう。この上のこのメロディーが、このそうだね。はい。ソーシドレファ。この裏拍が入っても、裏拍はあくまでも裏拍なので、メロディー中心で。はい、じゃあそうかな。はい、重さを入れて、どうぞ。ただ、このままね。
弾きやすいところからどうぞ。左手で弾きましょうって一応なってるんだけど、あこの、うん、そうじゃん、あ、そっか、あ、そうか、その方がね楽じゃないかなと思って、この間そんなに弾いてなかったっけ、いや、それ、うん、多分ずっとこうやって弾いてたと思います、あ、そっか、はい、うん、今右台弾いちゃってるよね、全部ね、はい、うん、だじゃあこれ辺くらいできる、チャーリーララでもタララThank you.
多分それはいける。それで Thank you.
くれっていう風に書いてあるわけで、アルペジオじゃないわ、これと同じ種類ではないという、はい、視覚から言ってもそうだよね。Thank you.
しい。最後がうまくいかない。